五弁の椿は山本周五郎の時代小説。1959年1月から同年9月まで、講談社の雑誌、講談クラブに連載の後、同年に講談社より刊行された。新潮文庫版でロングセラーとなっている。また、ドラマ、映画、舞台にもなっている。おしのの最愛の父、紀平が死んだ。婿に入って以来、遊びもせず、 身を粉にして働いた体は老害に蝕まれていた。一方、母、お園は夫を避けて寮に移り住み、遊教にふけり、男を連れ込んで、不行席を続けていた。お園が、夫の死を知ったのは、おしのと見舞いに行く約束を破って、役者といった箱根から帰ってきてからだった。お園は、夫の意外を前にしても悲しまないばかりか、死人の側にいるのを嫌がる。 おしのに、父への不人情をなじられると、夫を悪く言い、この人は、本当の父ではないから悲しむことはないと言い放った。呆然としたおしの沸かずと、部屋にこもり、己を恥じない母を汚れていると思った。母の血が流れる自分の体も汚れていると身震いした。そして、実の子でない自分への父の愛情を思ったとき、女ばかりか、 人間全部を恥ずかしめる罪を犯した母と母と一緒に父を苦しめた男たちに罪を償してやると誓う。寮には父が眠り、母と役者が酒を飲み抱き合って眠っている。おしのはそこへ火を放ち、去って行った。一年後、おりゅうという女が一人の男を殺した。男の傍らに一片の花びらが落ちていた。それは、騎兵が、 子供の頃悲しいことがあった時に見て過ごしたと、おしのに語った椿の花びらだった。井出雅人脚色、野村義太郎監督により、松竹配給で1964年11月21日に公開された。主演は岩下志摩。1969年4月4日から同年5月9日まで、フジテレビ系列で放送。全6回、女の劇場の 第一作。宝塚映画シリーズは、女の劇場設置に伴い、30分繰り下げる。五弁の椿復讐に燃える、女の怨念と題して、1981年4月2日の木曜ゴールデンドラマで放送。全1回。視聴率18.0%。五弁の椿復讐編少子体をすり替えた美女の謎。および、五弁の椿完結編白い肌に秘めた。 復讐のカンザ氏と題して、1987年4月14日及び4月21日に2週にかけてテレビ朝日系の傑作時代劇枠で放送。2001年11月30日から12月28日まで NHK の金曜時代劇で放送。前5回、アジアテレビ最最優秀賞、ゴールデンチェスト国際テレビ賞受賞。 同年放送の NHK 連続テレビ小説、チュラさんでヒロインを務めて、数々の新人賞を受賞した、国中良子の時代劇初出演並びに初、主演作品である。2012年9月2日から10月まで、アンコール放送された。また2017年3月3日から3月31日まで、NHKBS プレミアムの BS 時代劇で、時代劇アンコールとして、 再放送された、主要人物その他、ありがとうございます。